アーティストの素顔や熱い思いがギュッと詰まった30分。リスアニ TV。 これで開けたいと思います。うわ、どうなってると思う？どうしよう、ピラフ全部出てたら。相模湖リゾートプレジャーフォレストで料理中のかなさん、鶏の丸焼きができたようです。重っ。鶏実食タイムといきましょう。うわ、絶対美味しいってこれ。うきゃー、いただきます。わー、やっぱバーベキューっていいですね。なんか倍美味しく感じるんだろうけど、お友達いっぱい連れてきてみんなで食べたいな。うまい。誰か一緒に食べよう。ではでは、フルーツもちょっとデザート用に焼きましょう。なんかパイナップルが美味しいらしい。わー、ジューって言っとる。バーベキューでバナナ焼いたことなんてないよ。マシュマロを串刺しにして、これなんか美しくないんだけど。どうなのこれ。ちょっとじゃあ味見ね。はい、マシュマロは全部焼いて出した方がいいんじゃないのかいってぐらい美味しい。なんか外側がカリッとするんですかね、で中がこうとろける。うん、おっさす。なんかね、これにシナモンをかけると、ほーん、うん、なんか芋焼いたみたいな風味が一瞬して、あとなんか焼きリンゴみたいになる。なんだろう。続いて、お、バナナも焼き上がったようです。なんかね、クラッカーに乗せてシナモンをかけて、ひゃー、パーティー的なね。美味しそう。はい、今日は本当になんかこれお仕事でいいんですかみたいな。なんか楽しいことしかしてないですな。